はい、お疲れ様です。20時過ぎたんですけども、まあ、あのお察しの言い方でしたらこのポジション取ってると思うんですよ、うん、やっぱりファンダが来てもなんて言いますかね、テクニカルの方向に戻るっていうのを何回も言ってますけども、まあ私がね見ているテクニカルっていうのはこれ売りの方なんですよね。売り圧力が強いんで、なんかの事情でズバッとね値上がりしましたけども昨日、うん、でもやっぱり結局これ右肩下がりに向かうんですよね。まあ、こうやって利益積んでいくことができると思うんですけども、いかがでしょうか。皆さんも多分ね、私の放送見てる方、入れてる方は結構いるんじゃないかなと思いますよね。私の場合はストップロスを106円の655に置いて、105円の235あたりまでちょっと利確をね伸ばしていこうかなと思ってるところです。まあでももう遅くなったんで、今すぐね利確して終わりでもいいかなと思いますけどね。うん、まあ価格106円の136で買ってますんで、もう十分ほら今5000円とか6000円で、まあもうちょっと伸びそうですねこれ。まあでもあまりこの6000円が8000になったところでそんなに変わらないんで、もうイグジットしましょうかね、うん、まあ6000円で十分でしょ、利確で。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さんも頑張ってください。じゃあ深夜にすいませんでした。